人民軍が勝とうが、国営軍が勝とうが、フランスに新時代が訪れる。これは民主主義者と専制主義者の戦争ではないし、軍閥主義と自由主義の戦争でもない。フランスコミューンとは何者か、を追求する戦争だ。自由、平等、友愛だか、屈辱、階級、孤立だかなんだか知らないか。いつでもシュールレアリスムは黒い鏡の中にある。それは思考のぶつかり合いだ。そして未来のぶつかり合いだ。フランスが見ているものと見れるかもしれないもの。画家たちはキャンパスに描く、赤と黒の絵の具で不安定な世界像を。フランスの可能性、運命、宿命の、あらゆる意味への探り、そして攻撃だ。この闘争の軌跡を見続けよう。閣下、お待ちしておりました。レナニー駐屯軍のルネオリーです。ああ、どうだ？状況は？現在、欧州諸国、中東などに駐屯していた人民軍が、このユクサンブールやストラスブールへ集合しています。極東軍の引き上げはまだ時間がかかるでしょうが、いつでも作戦行動を開始する準備ができています。ただし、少々厄介なことが起きていまして、もしよければ手を貸していただきたい。厄介なこと？ケルンで起きたドイツ人蜂起が拡大、徐々に勢力を増し、人民軍の敗を脅かしています。このドイツレジスタンス自体は、内戦前から存在したのか？はい、ですが破壊活動などは、ほぼゼロに抑え込んでいました。なら明らかに内戦開始を後期と見て、外から支援を送った者がいるだろうな。それは間違いないと思います。しかし、情報部はまだ尻尾をつかめておりません。ならこのレジスタンスを徹底的に破壊し、幹部に拷問を加えて吐かせるのが良いだろう。おいおい、そういうのは物騒じゃないか？そんな弱腰だから人民軍はダメなんだ。今は戦時中、反政府活動は徹底的に弾圧すべきだ。ドイツレジスタンスなどは俺に任せておけ。さっさと踏み潰してくれるわ。ミハイルとマリサは早く救援に向かうんだ。ああ、わかったぜ。あんまりやりすぎるなよ。ということでオリー将軍、我々は駐屯軍をかき集めてケルンへ向かうぞ。あ、はい、わかりました。ヨシフ、ジュガシブエリ。その驚きの手腕でレジスタンスをねじ伏せ、人民軍の荒廃地を安定化させた。住民からは、鋼鉄の人、スターリン、と呼ばれ、恐れられたという。マリサ君、ブハチェフスキー君、それからナンジェッセ君、よく帰ってきてくれた。私も元帥と久しぶりに会えて嬉しいぜ。もっとも戦況は嬉しがってる場合じゃないみたいだが。とりあえず、パリとブルゴーニュの包囲されてる友軍には、空輸補給でどうにか耐えてもらうか。しかし、問題はその友軍を助け出す作戦の立案だな。ああ、とりあえず地図で戦況を確認してみよう。現在の両陣営の北フランスにおける、人員配置はこんな感じだ。一時はイルドフランスから国営軍を追い出す勢いだった。人民軍は、ブエルサイユでの敗北により、後退してしまっている。その結果としてパリとブルゴーニュは孤立した。国営軍はかなり勢いに乗ってるな。霊夢の第一軍もノルマンディへ後退しちゃったし。ああ、今俺たちが使える部隊はどのくらいだ？今、戦っている部隊が72個師団。そして欧州及び中東から集結したばかりの部隊が30個師団だ。人民軍は世界最高の軍隊。これほど数があれば問題なく作戦を実行できるだろう。さあこの条件で、マリサ、君ならどう書く？私ならこう配置する。まず、現在ノルマンディにいる、霊夢騎下の第一軍15個師団はそのままだ。そしてピカルディには、私とプハチェフスキー元帥が展開。ここに配置するのは新たに編成した第二軍、第三軍、機械化部隊をできるだけ集める。そしてガムラン元帥は今のまま東部に展開、フランシュコンテ、ブルゴーニュに展開する部隊と対峙だ。それでこれをどう動かす？まずガムラン元帥率いる部隊が、ブルゴーニュの海を目指すように構成。敵も人民軍の総司令部がメスにあることは把握しているし、この攻撃で本隊が仕掛けてきたと考えるはずだ。しかし、これは陽動だ。敵の目は東に向くだろう。そこで北が動く。人民空軍の航空支援を得ながら一気に進撃。機械化部隊、空挺その他あらゆる突破戦力を使用する。広大な戦線で膨大な数の航空機と火砲の支援を受けて、無停止攻勢、中心戦術化。そうだ、あんたの理論を少々借用させてもらう。戦争は火力だぜ。しかし、現在の人民陸軍は国営軍に対し、戦力上の優位を確保できていると排がたいのでは？まあ国営軍が思ったより盛況なのは事実らしいが、リールの弾薬庫にはまだまだ弾が余っている。最初の陽動が決まればうまくいくはずだ。うむ、早速作戦準備に取り掛かろう。ことは急を要する。労働者たちの戦いを、フランスの戦いを、世界革命後の世界に必要不可欠な、我らが同胞を救うのだ。人民軍から受けた恩に報える時は来た。アメリカ義勇軍よ、いざヨーロッパへ。かつての覇権国ドイツ。ブルジョアの牙城たる国は人民軍の監督を受けながら、サンディカリスム国家へと再編された。
共産主義誕生の地であるドイツは、歴史的にサンディカリスムが微弱な地域であった。ドイツ自由労働者組合だけが、フランスの支援を受けながら活動を続けていた程度で、やはり急進左派勢力を牽引しているのは、ドイツ共産党や、ソレリアンなどの全体社会主義に共鳴し、保守革命を唱えるナショナリストたちだった。フランスによってドイツが打倒されると、ドイツ共産党のルクセンブルク主義派と FAUD は、フランスの指導のもと、ドイツサンディカリスト統一党を結成、ドイツの支配政党となった。しかし、サンディカリスムに強固に反対する、保守革命家とレーニン主義者は、フランスの不安定化を前に、連携を深めていたのだった。ラインに鎮圧部隊が派遣されたことで、レジスタンスの勢いはかなり弱まったようだな。しかし、レーニンの元にいた者が、レジスタンス鎮圧に派遣されるとはね、我々はこのフランス内戦のうちに、何としてでもフランス中心の秩序を砕かねばならない。真の社会主義はベルリンから始まるんだ。我が国の大統領、ピークはコウモリのような男。彼の権力はフランスに依拠するものに過ぎず、また彼自身はサンディカリストではない。簡単に、説得、することができるだろう。なるほどな。やってくれ、翼を失ったわしは再び羽ばたくだろう。山積み攻撃を加え入れているが、パリ市内の人民軍は全く弱る気配を見せんな。あまり破壊しすぎるなよ。そんなことを言っている場合じゃないだろう。ここでパリの支配を確保すれば、勝利へ軍と近づく。さあ、公安委員会議長さん。人民軍の戦意を失わせるためのラジオ演説だ。ああ。人民軍の諸君、我々はフランスの同胞だ。抵抗は無意味、投降して我々に加われば、罪に問うことはない。我々は包囲されている。しかし、諸君らは勇敢だ。皆の力を結集せよ、パリは我々の魂だ。砲撃を緩めるな、大丈夫。友軍は我々を見捨てない。マリー・ピエール、ケーニグ。史実ではビルハケイムにてたった3700人の部隊で、ロンメルを16日間釘付けにし、その後のエル・アラメインでの勝利のきっかけを作った男である。パリは陥落せず、国営軍はただただ犠牲者を増やすだけだった。人民軍創生の時からフランスを護持し続けてきた男、モーリス・ガムラン。再び立ち上がったこのヨーロッパ最高の指揮官、最後の戦いが始まる。作戦通り、司令部直属の人民軍、本隊、は攻勢を開始する。そう、我々は、本隊、だ。これがブルゴーニュの会を狙った、人民軍の本気の攻勢だと思わせよ。情報部による欺瞞工作を行った後、正門への爆撃を開始する。そして、一斉攻撃だ。作戦の成功は全て我々にかかっている。敵がブルゴーニュの会のために、大規模作戦を行うという情報があります。なるほどね。パリで手こずってるうちにブルゴーニュを奪還する算段か。よろしい、正門、トロアの防衛を強化しろ。絶対に敵を突破させるな。了解しました。やはり来たか。いいか、爆撃にうろたえるな。正門とトロアは人民軍の墓場になるだろう。情報部の欺瞞作戦は成功したようだ。正門とトロアの敵軍は、かなり増強されている。あとはできるだけ長く、こちらに敵の目を向け続けさせるのだ。エブルーに第一軍司令官レイム、コンピエーニョに第二軍司令官の私、そしてランスに第三軍司令官プハチェフスキー将軍。この三方面から一気にパリへ進撃するわけだ。一応それぞれの軍が急増の防御陣地を建設し、攻勢に出る気はないと見せかけている。ハリボテの要塞で、この奇襲作戦の成功率が上がってくれるとありがたいが。攻勢開始はいつ？明日にも実行する。作戦名は、マリアンヌ、とでも名付けておこうか。誰よりも自由を主張する人たちを、討伐する作戦が、マリアンヌ作戦、ね。自由を主張するだって、奴らが要求してるのは屈辱だろう。誰よりも自由を叫び続けた人、私が知っているのはただ一人だ。ネストル、マフノ。バプコは確かに平時の政治家ではなく、戦時の革命家だった。フランス国家が肥大化していく過程で、生まれた軋轢。バプコの不在によってそれが表面化した。バプコが私に最後にかけた言葉。いずれお前自身で考えて動く時が来る。バプコは自分亡き後のフランスとインターナショナルを、案じてたんだろうな。バランサーだった同志マフノの死が、フランスの混沌を招いた。人民の英雄、ガムラン、黒いナポレオン、マフノ。いつの間にかフランスはカリスマ的権威に頼った国家運営をしてしまっていたのね。派閥の圧力をカバーできるような、強烈なカリスマの持ち主。今はまだガムラン元帥がいるし、また人民戦線政権を樹立すれば内戦後の混乱は収まるだろう。でも元帥閣下は高齢、いつまでもフランスのトップに立てるわけじゃない。だから、派閥の圧力を生む目を先に積む。どうやって？今は秘密だ。それに内戦に勝てたわけでもないのに戦後の話をしても仕方ないだろう。マリアンヌ作戦が成功したら、私の核戦後構想を語ってやろうじゃないか。
そう、あまり期待せずに待っておくわ。ふむ、なるほど。捕らえたレジスタンス幹部が情報を吐いたか。全体社会主義者とレーニン主義派から、LINE、レジスタンスに支援が渡っている。OK、指導、の時だ。真の前衛とは何たるか教えてやる。敵は防御陣地を築いていて、攻勢に出る様子はない。パリは苦戦しているが、相手は包囲か、人民軍はいつか投降するだろう。人民軍の攻勢を受けている東部と違い、こちらは安定していそうだな。しかし、なんだか嫌な予感がしますな。嫌な予感。うお、爆撃。やはり、やられましたな。本当の攻勢が始まります。パリ周辺の部隊に対し、航空部隊による阻止攻撃を実行。完全な奇襲だ。さすが人民空軍だ、ナンジェッセさん。3方向からパリを目指す、全軍、進撃開始。だが動いたな。我々の役目は一旦終わりだ。全軍、撤退。こちらへの攻勢がやんだ。反撃のチャンスか？早く、敵の本当の攻勢が始まったことを、東の部隊へ知らせましょう。このままではパリの包囲は破られます。ああ。出しに行く、君を防衛指揮官に命じる。できるだけ時間を稼いでくれ。了解です。敵の人員は増強されている。先のブエルサイユを再現するのは難しいが。マリアンヌ作戦の初期段階は一定の成功を収め。人民軍は各戦線で突破を成功させた。しかし、サンドニ、およびブエルサイユにて、国営軍の激しい抵抗に遭い、進撃速度は鈍化していた。激しい抵抗だ。ここで時間を稼がれると、また突破が困難になるだろう。なんとしてでも今のうちに。お嬢さん、助けが必要かい？アメリカは常に君の味方だ。どうしヘミングウェイ、アメリカの同志よ。ってなんだこの数、これは義勇軍なのか？アメリカ内戦で受けた支援を考えれば、このぐらいは当たり前だ。さあ、同志、パリを解放しよう。これだけあれば、国営軍の防御陣地を崩せるだろう。人民軍はいい同志を持ったな。く、これ以上は耐えられん。敵の侵攻を期待しつつ、撤退だ。諸君、友軍は我々を助けに来た。こうせよ、攻撃だ、敵をパリから蹴散らせ。戦況はどうなっている？我々が優位だったはずなのでは。手を後ろに回されたくなければ、黙ってな議長さん。お前がうろたえると国営軍の指揮に関わるんだ。しかし。そうだ、一つ質問がある。ディオンへ逃げるか、パリに留まるか選べ。そんなにまずい状態なのか。騒ぐな、答えろ。私は、アナーキストの同志は見捨てん、パリに留まる。了解だ、議長さん。珍しく勇気ある選択じゃないか、見直したぞ。次回、本当の本当に最終回。母なるアナーキーは息子たちを愛す。